お、アーケディア的な。どちらさんですか？あら、マルベーニさんじゃないですか？お久しぶりです。若い頃の。隣は？成果？面白いもんを置いてるな。やめろ、メツ。構わん。アーケディアの至宝、天の聖杯だ。え？開祖モルディナートが受けた天からの啓示、神の意向を模したものと伝えられている。ほう、ならなになに？今日から俺のことをそう呼べ。こんなまがいもんじゃなく、本当の神の啓示であるこの俺を。そなたの力がそれだと？悪かねえだろ。旗色が悪そうだな。バルトリッチが躍起になっている。聖火の後ろ盾も怪しくなってきたな。お前には関係ない。ならばここに来る必要もあるまい。ここだ。なんか機械っぽい。こんな場所があったのか。わしと聖火しか知らん。これこそ我が祖ユディキウムの神髄。もっともこの装置それ自体は雲海の底からサルベージされたものだがな。おそらくは伝説の地モルスのものだろう。モルス。見ろ、これが人間の細胞を構成している物質の模式図だ。ああ、よく見るね。そしてこれがブレイドのもの。確かに似ているな。ね、似てんね。当然だ。元は同じ人間のものなのだからな。これ自体はさして驚くほどのものではない。だが同じものではないか。慌てるな。これはコアクリスタル。そうだ、ブレイドのコアクリスタルには我々人間のものだけではない様々な動物の構成物質が模式図となって記録されている。つまり全ての生物の生命情報をブレイドが持っていると。それだけではない。まだ未分化の部位だが、これを見ろ。これはアルスのものだ。未分化のこの部分がやがてアルスへと進化することを示唆している。そういうことか。成長してる。実に興味深い。これぞまさに神からの言葉。神の言葉。そう、お前が求めていたものだ。わしはこれを究明したい。神がこの世界で何をなさんとしてるのかを、それを手中に収め我がものとすることを。成果も同じなのか。どうかな。お前もそれを望んでいるのだろう。いいよ、
手を貸そうじゃないか。いや、この感覚久しぶりですね。ふわっとしてますね。ふわっとふわっとしてますわ。はーい、はい、巨大な力コンプリート。こちらも勉強になりました。うん、痕跡はディスペアリブラのものだった。リブラじゃなかったね。確認を終えたアデルたちはラスカムの港の御座線を目指すことにした。よし、今日はここまでにしようかな。はい、ラスカム港に到着しました。おっきいね。そうか、この辺りを荒らしていたのはシアの部隊だったのか。ああ、ええ、本国が滅によって沈められたことで統制を失った部隊が多いようです。ああ、なるほどね。できる限り武装解除させているのですが、さっきの村のようなことも。各地の惨状を目の当たりにしました。どの勢力も本来の目的を忘れて争っているようだな。ね、生きるのに必死って感じ。それだけ世界に余裕がなくなっているということでしょう。うん、何の音？ガシャンゴション。様子を見てきましょう。うん、お願い。なんだろうな。ところで、イーラの状況はいかがですか？国王陛下の賢明なる統治のもと、安寧を謳歌していると言いたいところだけどね。内実はどこも同じですか。滅による破壊はイーラの領有にも及び始めている。本当なら我が国も援軍を差し向けたいところなのですが。無理しなくていいさ。どこも手一杯だよね。そのためにアーケディアから彼女を譲り受けたわけだからね。そういう経緯なの？そうか、君が。やはり次期イーラを使者を送って本当によかった。あなたが言うとシャレにならない。国元に波風は立てたくないのですが。ただの助裁です。影響力は皆無だ。そこで終わればですがね。コアの色は違うようだね。そうだね。おまけに女性とは。女の人がよかった？そういうわけじゃないよね。タレという意味だよ。メツは屈強な体育をした大男だった。うん、不安かしら？むしろその逆だよ。ブレイドの能力に容姿性別の関係がないことぐらい常識だ。君は抵抗軍のヒロインになれる。ああ、確かに。担がれるつもりはないんだけど。そういう式の上げ方はあるか。なるほど。君に頼みたいことはただ一つ。私の過ちを正してくれること。あの滅を葬り去ってもらうことなのだから。またそれでニヤってする。なるほど。辺境を平定し遠征軍の雄と謳われた彼が。ブレイドの暴走なんてこれまで一度としてなかったことだからね。アーケディアとしては公にしたくはないのだろう。抵抗軍への支援もわざわざアバリティアを経由させているくらいだ。それであなたのもとへ。なるほどね。宝刀王子だからね、ボカ。ことを収めればそうも言っていられないのでは。よしてくれ。君と同じで権力に興味はない。終わったら隠遁して畑でも耕すよ。皇帝陛下、第三十人隊が帰還したようなのですが。何かあったのかい？妙なものを見たと申しています。傭兵崩れの集団が人目を避けるように移動していたとか。傭兵崩れ？
確かに妙ですね。 あの人かな。この辺りにはもう稼ぎどころの戦場も略奪できそうな村もないというのに。陛下のご上の通り、むやみに戦闘は起こさず、行く先を見届けただけで帰還したそうです。そうか、それで行き先は？村の外れだとか。村の外れ、墓場くらいしかなかったな。やばいんじゃない？ねえ、シン！そうか。察しがいいね。お、みんなで行く？音楽も不穏だな。さっきは持ってっちゃったけど、やっぱり母さんがずっと使ってくれると嬉しいな。ほう、あのアバズレくたばりやがったのか。ずいぶんひいきにしてやったのによ。やっぱこの人だ。うわー、めっちゃ引き連れてきてる。最悪じゃん。一発に構えるようになったじゃねえか。もうやだ。しょんべんちびりそうな顔で震えていた小娘がよ。あなたはまさか。顔のドアップいらない。ゴート、ゴートっていう名前なんだ。覚えていてくれたか。感激だね。そのギャス面、忘れたくても忘れられないわ。言うね。何の用？想像はつくけど。ありゃもともと俺のもんだからな。とその前、まずはこいつの礼をさせてもらわねえとな。すぐに死なせやしねえって。切り刻まれるお前を見て、あの透かしたブレイドが絶望しながらコアに戻っていくとこを見届けてやるのさ。もうほんとやだ。私が引きつけます。その隙に皆さんのところへ。無理よ。あいつ霞の力を知ってて、ブレイドよりも傭兵を集めたんだわ。なるほどね。そういうことだ。安心しな。死なねえ程度に可愛がってやるからよ。めっちゃ嫌だ、めっちゃ嫌だ。しかも霞コア変えてないね。なんとか戦えるといいんだけど。みんな気をつけて。あいつがいねえと不安でしょうがねえ。皆さんの力を合わせましょう。どうしよっかな。危ねえぞ。えいえい、強くない。やばっ。これなら、そこ。危ねえな。えいえい、これなら。いけるのか。これなら。赤い金払ってやれ。相手に手こずってんじゃねえぞ。1、2、3。これが3だよね。一撃粉砕。えいえい、ダメです。1、これなら。強くない。マーツキャンセルマジでしたいんだけど。すいません。この当たって。やった。おい、この右腕もなかなか便利なもんだぜ。お前にもプレゼントしてやるよ。強くない。1、当たって。これだよ。かかってしやがれ。やった、危ない。助かったよ。一撃粉砕。はあ、ちょっと使ってみたい、使ってみたい。あ、使うだけ使ってみたかったのでやった。残念。クール。久しぶりにボタンチャレンジやったわ。最近ずっと自動判定のやってたから。かかってきやがれ。逃げられると思ってんのか、小娘ども。あれ、ゴートはまだ立ってるよ普通に。ちや、手間のかかる奴らだ。おい、
逃がさねえように取り囲め。やっぱりラウラ様だけでも大丈夫、来てくれたわ。素晴らしい。てめえラウラ。早い。すぐに繋がってんの。失敗だ、逃げろ。強そうめっちゃ強そう。まだ足りないか。次はどちらがいい。右足か左足か、それとも、本当にやっちゃうの？もういい。もういいよシン。私のために無理しないで。ラウラ。もうまた来るんじゃないかな。捕らえとくのかな、牢屋かなんかに。雨が降ってんのがまた。よかったのか。両腕がなくても君の災いになるぞ、あれは。ここで切りたくなかったんだ。ああ。あんなやつだけど、母さん世話になってたみたいだったから。さ、戻ろう。やっぱり私もご座船っていうのにお邪魔させてもらおうかな。迷惑かけられないって自分の心を殺して思ったのかな。どうなんでしょう。あーまたこの人サイドか。いてーよあーちくしょう、あいつら殺してやる。捕まえられてないんだけど。必ず俺がぶっ殺す。ごはん。うわね、アーケディア。待って、ここがここからまた不穏な感じになんない？大丈夫？拾ったのがあのマルベニあたりだったら、またなんかあれとか。なんだてめえら。その陰の木使えるみたいな。なあ！やめろ！何もだからさ、もうやめてよ、もうそういうフラグいらないから。もうやだよ、怖いよ。泣きそう。はい、どうしよう。あー、ユーゴ使おうかな。てかここで、ん？ここであれ使える、見れるんだね。あのキャラクターセレクトっていうのがあって、あれが見れるっていう、ステータスが見れるっていうね。はい、はあ。というわけで3人揃ってご座船に行けるようになったんですが、どうしましょうかね。ちょっとクエスト気になる感はありますな。ちょっとクエストやっていこうかな。うん、そんな気分だし。正気を紐解く冒険者をやろうと思います。フェリスを3匹倒すってやつですね。で、一応ユーゴ使うの初めてだから、こちらに気づいたみたいだから、やろうかなと思って。いくぞ。準備 OK。 好調です。わかり、オーガンラウンドエンジンスラッシュ。危ないか。前、炎がどうだ。
ょうね。ブラストレギオン、いくぞ。シールドバッシュ、いい感じです。シールドバッシュ、頑張って。前、炎よ、どう、くらえ。ラウンドエッジ、オーガンスラッシュ。どう、あなたは最高の人です。このあたり、さあ、一気に片付けましょう。出る、お化け、いいわ、受けて立とうじゃない。誰が相手だろうと邪魔はさせん。いや、出るのは強敵で、なんかすまん。なんかいろんな意味でね、なんだろうね。冗談も通じないし。させません。崩れろ。なりました。くぞ。ラウンが遅いね。準備 OK。 包丁です。了解。なんであんなラッシュコンピューターがやる方がハマるのが早いんだろう。頑張って。今が攻めだ。止め、くらえ。はい、リンカ、リンカ、超人、超人の仲間です。さあ、ここを一気に片付けましょう。後ろで見る、エッジ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 。皆さん、温まってきました。これは見ろ、ハゲロ、ハニッシュメントレブルの置いてくれ。ヒン、変わりますね。私の出番よ、見られないわ。さっ、炎よ、これなら対象の弱体化を図ります。うん、なんかキーが解放されてる。また新たな可能性が開けました。はーい。あこいつはなんか料理をしていると自然と身につくんだよ。なるほど。さあ、ついこの間、援護も任せてくれ。一周目でさ、全部のレアブレイドの絆埋めを終わったばかりの人なので、なんかまたやんなきゃいけないのかみたいな。いや、埋める作業は好きですけど、直後っていうのはなかなかね、思うところがありますね。いいですけどね。はい、倒してきたよ。うん、うんうんうん。誰だっけ、かすみかな。なるほどね。はい、人のわげと感謝する。皆さんのおかげでエーテル正気の調査を続けられることができそうと、まあ、こういう研究してくれる人がいるからこそ技術を発展していくんですね。正気を紐解く冒険者コンプリートです。よかった、これで解決ね。はい。エスピナ・フェリスを倒し、博士に伝えた。これでエーテルとアルスの関係の研究を進められるだろうと。うん。エーテル正気はアルスから排出される老廃物だと考えられている。なになに、また聞いてもいいよっていうのはよくわからんけど、何かキーポイントになっているのか。私もまだまだ成長できるということか。うん、埋めていきたいなと思いつつも、クエスト他にあったので受けていこう。クーラのここ、あ、なんかあんなとこにもある。気になる。そこが墓地で、降りてきて、あ、クレール湖。いいね、クレール湖。クレール湖にもキャンプがあるんだね。この緑の樽を開け。少しは期待できるでしょうか。ケイ。あ、ダメージヒールだと。これはつけなければならない。ダメージヒールか、こっちにつけようかな。はい、クレール湖のキャンプ。こういうの憧れてたんです。
さて釣り見てるだけ。白愛の冒険者ポッポン、あいつ許せない。シュリップ、はあはあ、はーい、ミーレスシュリップ湿地帯のにたくさんいる、3ビリくらい。はい、プンプンのライバルシュリップン、よし僕に任せてくれ。任して。こういうの憧れてたんです。あ、待って、エーテル召喚じゃない、あれ目の前にある。なるほど、自分で何かやらなきゃいけないところもあるのか。で、シュリップ、あそこも君になる。あうん、食べてんだね、エーテル召喚。いや、これ無理じゃない？ないんだ。崩れろ。みんなの力を合わせましょう。いいね、持ってかれた。これ無理だ。だってこの周りが30レベルが多かったんだよね。これで終わりなんかじゃない。しっかりと策を練るべきでしょう。雷になった。天気が。結構頻繁に変わるね、天気。オーガスラッシュ。ユーゴ、今度合体技を試してみないか。いいですね。合図はアデルが。かっこよく決めてみせるよ。かっこ悪くてもいいですよ、付き合います。なんだそれは。港近くなんですが、で発掘がある。採掘、採掘がまああるんでしょうね。シェイガル給料。なんか一人で黙々と冒険してたんだけど、今さ、そのシュリップのクエストにしてるからね、ここだけクレール湖だけじゃなくってこの辺にもあったから、ちょっと行ってみようと思って来たんですけど、やっぱり31ぐらいみたいですね。レベル低いやつはいないのかな。突然の悲しいお知らせです。ここから2時間ぐらいの動画のデータが消えてしまったんで、また1からニューゲームでやり直してきました。なのでしれっとこっから初見風にプレイしていこうと思います。よろしくお願いします。で、ラスカム港に帰ってきたんですけど、ブレイドコンボの話ね、クエストがちょこちょこあるので受けていきましょうか。コンボ申請ね、自分一人じゃなくってみんなで一緒でブレイドコンボを決めていこうねっていう話ね。何個ぐらいあるのクエスト。まあ端から置き、行きたかった。イベントですね。小座船ね。キンキラキン。気に入った、本当。はいはいはい。国によってはイーラはどうなんだろうね。確かにね、なんかこう勇ましいというか。ほんとね。でもそれがスペルビアのやり方なんだよね。すごいね。ほんとなんか責任重大というか、先頭に立って戦うもので大変だね。なになに？はあ。まあでも緊急事態だったらしょうがない。はいはい。シェイガル丘陵にあるキャンプの近くでグーラの少年を発見した。はあはあはあ、生き残りなのかな。行く？そうね、私たちも探しに行っちゃう。ああなるほど、確かに俺だってって俺が捕まえる、俺が捕まえるってみんなの取り合いになってしまうっていう。はい、というわけで私たちがその、グーラの少年を
探しに行くっていうメインストーリーですね。